ンプしたわ。ナイス。わかった。クリアを確認しました。承認フェーズを終了します。ん？承認フェーズ？また出た。このアナウンス。ねえ、どうしたの？いや、ごめん。ちょっと考えてたんだ。何を？ホローエリアのことをさ。テストだとか、承認フェーズだとか、気になる単語が。それで、いや、いくつかの仮説はあるけど、どれも決め手に欠けているから、もう少し情報を集めてみないと。そう。なんだよ、不満そうな顔をして。だって私がずっと調べててもわからなかったのにさ。ここに来て数時間のあんたが謎を解いちゃったら。いや、あの、まだ解いたわけじゃないけど。ああ、これじゃトレジャーハンターの名が廃るわ。トレジャーハンター？まあ自称だけど、SAO には職業ってないし、モンスターと戦ったりクエストクリアしたりするより、ダンジョンに潜ってお宝を見つける方が私には向いてると思ってるから。それが生き残るために重要なアイテムであることだから、トレジャーハンターになることにしたの。そうか。でも危険じゃないか？ソロでの戦闘はただでさえきついのに。大丈夫よ。トラップ対策から索敵スキルはマスタークラスだから。それはすごいな。
に得意なのは鍵開けスキル。私に開けられない宝箱はないね。どんな強いモンスターが守っている宝箱でも。へえ、頼もしいな。機会があったら見せてくれるか。まあ、いつまであんたと一緒にいるかわからないけど、その時が来たら期待していいわ。さーてと、ちょっと順番が変わったけど、この先に例のここを抜けると。ほら、これ。確かに、この文様と同じだ。ね、見間違いじゃないでしょ？ここが球体の入り口だと思う。ねえ、試して。わかった。これでいいか？多分。ほら、文様が光ってる。どうやらフィリアの考えが当たっていたみたいだ。さすが。トレジャーハンターだな。私も球体の中に何があるのか知らないんだけど、きっとこの先にはホローエリアの秘密が。ああ、見るからに怪しそうだしな。俺もそう思う。ねえ、私も。当たり前だろ。一緒に行こう。どうした？これって転移紋かも。ちょっと見た目が間違いないな。よかったなフィリア。出られるか。よかった。どうしたんだフィリア、あんまり嬉しそうじゃないな。そう見える。一緒には行かないから、あんたは帰りなよ。だからここでさよなら。あんたと一緒で結構楽しかった。そうか、わかった。とりあえず戻るよ。でもアクティベートすればだ、うん、俺はこのホローエリアに興味があるんだ。ここにはまだ謎が多い。ボスクラスの強力な敵がフィールドを徘徊しているのも不思議だし、途中見かけたモンスターも
本来であれば。そう。それにこれだけ特殊な場所なら新しい武具や強力なスキルが見つかってもその気持ち、なんとなく、もし来ることがあったら私にメッセージをちょうだい。ここに来るようにするから。この紋章がなくても管理区に出入りできるのか。へえ、ここ管理区って言うんだ。試してみたけど、一度開通したら。わかった、じゃあ来るときは連絡。期待しないで待ってるまたな、気をつけろよ。またな。天意。システムエラーです。フォローエリアからは。私って何なんだろう。ソフィア、もう天意門の設定は。よし、あそこはホローエリアというんだな。フィリア、いろいろと事情があるようだけど、 PK をするような子には見えなかった。彼女は一体何者なんだ。キリト君、キリトさん、リーファにシリカ、どうしたんだ二人とも。そんなに血相変えて。キリトさんの位置情報が長時間ロストしたから。私、よかった。私てっきり。そんなの、生命の比を確認すれば死んでないってわかるだろう。あ、でそうか、今確認できないんだった。あとはキリト君、やっぱりアスナも来たのか。大丈夫だったの。落ち着けアスナ。よかった。なんか胸騒ぎがしてキリト君を探してたんだよ。こんなに長い間誰にも連絡がないなんて。丸一日ロストしてたんだよ。メッセージだってみんなで送ったんだから。あ、そういえば、もうキリト君のバカおい、泣くなよアスナ。あー、ユイな、ユイからもアスナに。何パパ。はい、今回はパパが悪いです。ママはずっと泣くのを我慢してパパを探していたんですよ。それなのにパパは。あ、ママにちゃんと謝ってください。すまなかったよアスナ。事情。本当？もちろんだよ。ほら、うん、おいアスナ、ここは街中で。はい、すみません。はあ、結局は。でも無事に見つかってよかったです。それはそうだけどね。でもやっぱ仕方ないですよ、今回だけは。心配ばっかりさせるんだから。キリト君は。キリトさんにはきっと事情があって、詳しいお話を聞いてみないと。シリカちゃんは。あ、帰ってきた。ただいま。だから。